不是早餐吗？早午餐一样。这是几点了？等一下，这个是白色的，你觉得哪一个比较好看？白色的还是白色的？这个不行，黄色、白色，哎，这个是最白的，这个吗？粉红色，哎，这个最好吧？白光最好吗？水蜜桃太郎小尾号，我就啦，小猪耳朵 ，Hello， 姑姑妈给你赞。人一秋，因为晚上要节目的关系吗？晚上要节目，晚上要节目，什么意思？晚上要节目是什么意思？晚上要节目，晚上要节目，什么节目？Hello， 马子君，暗红、阿春、乌鱼 ，BT 二出演的，演出的，哎，是今天吗？哦哦，我记错时间了，不是明天吗？对啊，今天是四号吧？不是明天吗？太晚了，明天哦，吓死我了，我以为，哦，真的是吓死我了。我想说不是明天吗？糟糕，是学春。Hello， 可以卡布猫、超哥、卡丘、利古，完了，师弟本 Steven， Hello， 可以，谢谢你的礼物。暗红，利古，谢谢你的守护女神。最白的看起来比较亮吗？白光最好。我买了这么大的灯，直播灯，所以我今天是用新的直播灯来开直播。超哥，谢谢你的告白气球。哈利彪，哈利彪呢？库莫さんって誰なの？库莫って誰なの？教えて。哈喽完了，谢谢你的枫叶。哈喽 Q 酱。哈喽完了，谢谢你的枫叶。今天特别美，真的吗？你真会讲话呢。嗨，小陈。哈喽明龙，日本帅。嗯。呼呼猫，谢谢你的花之精髓。クモさん言えないよ。なんで言えないの？言って。なんで言えないの？言ってよ。別に怒らないよ。因为是灯光的关系哦。Oh, OK， 好酷吧？还可以夹两只手机耶，好像我是直播主一样。哦、oh, ，是哦哦 ，Hello， 阿宇宇周公，我买了那种。很专业的直播主会用的那种抖音的跳错，很可爱呢。我真的是真的放弃了，我那天拍很多很多 TikTok 的影片，然后最后一集是昨天播的那个，然后就最后真的很累了，就不想要重拍，我就想说算了，我就播这个好了，就是跳错的版本也行吧。Hello 千柔，阿维功夫 ，Hello。星期五，我刚刚对着你，我过来游，今天我过来游。啊，喂，天神，啊，云姐呢？云姐可爱吗呢？激アコプンプン丸だぜ。云姐我大好きだよ。那个不是故意跳错，我是故意跳错，故意跳错很难呢。啊，严厉 ，BZ， 啊哈哈，对，天使妈妈。ね、なんで今日タピとタピと誰だっけ誰だっけ、タピとジャンカに来てないの？高帅、あ、宣言、ジャンちゃん、麻油最会跳男的舞蹈了。今天的麻友看起来很，真的吗？麻友和麻薯的拍照真的很漂亮，谢谢。我也没喊，谢谢你的绣球花，谢谢小智。もうすぐ来ると思う。
ちゃんと流通してるのね。麻薯先生预购什么时候开始？麻薯小姐，什么时候开始呢？他说不知道。姑姑妈给你再谢谢你的工业，麻油很香，有闻到吗？对，麻油很香。谢完了，妈妈，谢妈妈。李小翔。我带着十一只小鸡进来，什么意思啊？这个是什么？小泽按阿学学，靠近一点这个香吗？不会，头发超乱的。主播好，那个按阿基拉，安静的按，真的整赞赞，真的整。我们真的爱鸡可爱かったね。めっちゃ可愛いやろ。あれも可愛すぎて私のあれにしてるの、ホーム画面にしてるの。フォンロン、ハローフォンロン。デイビッド、ハローデイビッド。想见麻友了、想见麻友了。我在这儿啊。我在这里呀、啊、黄鱼。欸？是谁去买两杯奶茶、欸、一杯奶茶跟一杯红茶拿铁，有点忘了。你们有试过吗？红茶拿铁跟奶茶。麻友拍了好多 TikTok 之后还会想要拍什么吗？我想要挑战那些就是比较难拍的，但是呢毕竟我只有麻薯可以帮我拍嘛，所以有点难。卡球谢谢双眼 JerryKH Hello 耶耶掉嘛。麻友先上班了，拜拜，去做时间包场。哦，你不能去，你记错时间了，所以你必须得记错你上班的时间。你买什么甜度？我无糖，全部都无糖。我们这么个高三的那种，啊，就ちゃんとチークつけてあげたから。哈哈哈哈，佛大学 ，Hello。只有麻薯可以帮你拍，麻薯这么厉害啊？这个意思就是我只能自己拍啊。啊笑，笑你又忘了，对不起。好，两斤摊几？啊 ，Jordan。奶奶，这个搓一下是什么？我可以按吗？搓一下。哦，可以按了。我可以吃了。嗯嗯，请我，请找什么？谁？酷酷猫给你赞。Hello 五十五公分 ，Hello 体微。昨天本来又想买，但是七点披萨光了。啊，真的哦。你说红茶拿铁吗？红茶拿铁赞赞，最好喝的。毕竟 M 你 Kiki 知道。Cookie，Hello。夜莹路过，南方，宁海雾宁海，阿水谢谢你的戳戳我，谢谢你的戳戳你，什么风天，见风天，ハリさん聞いて、新しいねライブ配信用のね、ライトを買ったの、めっちゃでっかいやつ、こんなにでっかいやつ、だから今日は明るいでしょ、新しいの買ったの。2本つける携帯。ハローマクラ君、公孫。うん、あ、上次有買一次、現在都有折扣。あ、真的吗？你去哪里？折扣？你说那个Luisa的，然后买200块八五折那个吗？是吗？小山买有推 ，Hello。嗯，瞳の中に輪っかがあるね。それはね、ハリさんだよ。立刻谢谢你的医用口罩。梦幻，还有梦幻。烧鸭，こんにちは。烧鸭，谢谢你追踪我。D O D O， 豆豆嘟嘟，
还有 X 无晃，嗨，いい光加減なのね。でしょ？だからね、高かったけど買っちゃったの。色も変えれますよ。冰雨音频第二卷半价甜度，甜点也好像可以打八折之类的。哦，我超爱吃那个巧克力泡。谢谢 KX 的爱的小熊。こんにちは、私も日本人です。こんにちは、どこ出身ですか？結構谢谢那爱的小熊。明日の夕方配信あるの？あれだよ、アジアフェスのやつだよ。私はあのなんだっけ、なんか VTR じゃなくて、なんだっけあれ、なんだっけあれ、あのし、なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけあれ、あ、VCR みたいなんで出ます。VCR みたいな感じのやつ。VTR なんだっけ、VTR、わからん。哪有啊？只能上来打个招呼，等一下就下了。为什么冰雨？那在美国里啊，可多小猪耳朵 ，Hello 感觉，桃花哥 ，Hello 小秋，Hello 冰雨，谢谢你的守护。哎，浪什么手 ？VTR 是怎样子的？要工作不行。那、Hello 感恩。PCR はコロナの検査PCR はコロナの検査ね、両方したいです。社長写真、はい。なんでキリンなの？为什么是那个长颈鹿、鳄鱼。物語だ手の糸はあなた。 Hello Steven、 玩乐谢谢你追踪我。玩乐是出出界面吗？哈喽完了，我是藤井麻友，我来自大阪，我是 AKB48TeamTP 的成员，然后差不多三年半对前来到台湾读大学，所以我住在台北哦。鳄鱼じゃあ明日日本人たくさん妹子もうめやだなやだな、緊張します。しあ感恩麻友中午好。 Hello 玩乐谢谢你的枫叶。这首歌我喜欢 XIAZUSHI 唱的版本。哦我知道，哎嫌なのかい、嫌なの嫌なの、あのさちゃんとフォローしてて誰かあの日本人の方がコメントかなんかで、あのこの子この子このプニプニした子は誰って言われたら、あのハリさんちゃんとみんな日本の方にこの子はプニプニしてるけどちゃんといい子なんだよって言っといて言っといてください、お願いします日本語下手くそだけどちゃんと頑張って中国語勉強してる日本人なんだよって言っててください、お願いします。いい子なんだよって言っといてアンディハロー、くんくんこんにゃん、ハロー、ハウイ、一徳、ありがとう。また飲みました。ハロー、感恩、飲め、完了。大大、想念麻友了、怎么办？明天可以看我。明天可以看我啊？你知道吗 ？Asia Fest 那个直播，你知道吗？坤坤。呼びます。多分通訳さん出て、やめて。それはいらない。通訳さんはいらない。通訳できないから。あの台湾で頑張ってるらしいですよ。プニプニしてるけど可愛いよって言っといて。ノンメイ先生、あれ何様？直播吗？え？直播なんか他们不是有直播吗 ？AKB48 前辈们四位不是要？直播吗？然后我会在那个直播里面挑战一个东西，就是我不知道要怎么说，哎，反正就是明天看直播就对了。对，鳄鱼六五八，
摩吉，你在干嘛？好期待，你要当翻译员吗？怎么大家觉得我是翻译员而已啊？好伤心。菲律宾你写的可以挑战跟前辈们讲日文吗？嗯，那是秘密。明天看了就知道了。Hello 环什么河？Hello 总赵轩，挑战米到全世界，我先补棉好吗？小五 ，Hello， 今天真都 Lisa 的歌，这个也是 Lisa 的歌吗？网友晚安，午安。瑞，就是等一下我看一下。环瑞和，我们的升学组长麻雪小姐呢？她在那边？不是。谢谢小五的真情告白，红甲人 ，Hello。完了，谢谢你的行李箱。想跟你们分享一件事情，我从昨天开始看越狱风云，你知道吗？越狱风云。26日までは私も楽しみにしてる。27日かな。安好了安。下雨了就不要出门，在家收费。罗杰，这次的 TikTok 也很可爱哦，尤其是发觉跳错的那一瞬间。那不是故意的，真的跳错了，然后就放弃了，想说哎，这只就可以了，播一播，越狱很久了，对啊，第五季了，我小时候就有看过，好像是很超好看 ，Prison Break 对，超级好看，妈有有晒衣服吗？该说了哦，哦，我晒衣服在晒在里面，才不会淋到雨。午安 ，Hello Toby， 静，谢谢你的看好你哟。タピさん、さっきねハリさんにもお願いしたの。明日さ、あのアジアフェスのライブがあるでしょ。それで、あの VTR みたいな、VCR みたいな、VTR みたいな感じで私が出るんよ。ちょこっとだけね。でね、もしね日本のねファンの方がね、このムチッとしてる子は誰なんだ、一体誰なんだみたいなねこと言ってたらね言ってたらね、タピさんとハリさんがね。ちょっとねフォローしてあげて。あ、この子ムチムチしてるけど本当はいい子なんだよって言ってあげて。没有看完也会想越狱吗？我没有在里面呢。今天五音，なんで？现在被关在马友这边越狱不了。越狱不了。なるほど。よろしくお願いします。緊張して顔がこわばってるかもしれないけど、あ、この子は本当は緊張してるだけなんだよ、本当はいい子なんだよって言ってあげてください。なんで面が笑いじっとって言います。え、どういうこと？面が笑いじっとって言います。はい、わくわく、谢谢你的笑笑。怎么会突然想看越狱？え、没有啊，就是以前就有看过，国小还国中的时候有看过，追过，但是我没有想到已经到第五季了，然后就突然想看，超级好看。明日ムチムチイコール藤井麻衣拡散希望でいいのかな？それは無理。いや、ちゃんと後ろに付け加えてあげて、ムチムチしてるけどいい子なんだよ。TikTok 发现跳错的时候好可爱，谢谢小五。覚えたての台语。覚えたての台语。面が笑いじっと。どういうこと ?Hello, 六日一笑笑。
この目にいたのが知ってるよ生きてかなきゃいけない僕がどこに最近ねプリズンブレイクにハマってるの第5シーズンまで出てたからちょっと急いで見なきゃ、一日中プリズンブレイク見てるシャオ谢谢你的文手里对了妈有吃午餐了吗吃了早午餐推荐什么韩剧吗哲人往后、往后是那种历史的那种吗古代的那种吗明日ムチムチ行こう藤夢本当はいい子拡散今日やばいあうるさいって意味だったの天才哎，那你中跟男的开的过来呢？哪个哟？上班去吗？有好想见面，好想看公演。明天记得看哦，明天记得看哦，明天记得看哦。重要的要讲三次，明天记得看哦。啊，戏剧哦，真的、哦、还不错啊。今から仕事戻るね。無理、却下、拒否、諦めろ、パオ。知ってる？他の言葉知らんから。没问题，期待中。啊，我真的很紧张哦，超紧张的。啊，紧张。不知道我也在紧张什么，但是会紧张。厳しい。あれ、26時間制限、25時間じゃなかったっけ？マクロ君。Steven、Hello。でもね、今くらいがベストだと思うよ。え？何が？面側ライジタオ、その手は切らない。え、何面側ライジタオ。え、どういうことだっけ？その手は切らない。あ、这一套。あ、あ、あ。あ、不要跟我来这一套的意思。あ、是吗？是吗？不要跟我来这一套吗？是吗？是这样吗？话我忘了跟你说，麻友表现得很棒，很可爱哟。谢谢。あ、ムチムチ度、今ぴったし。ダメですよ。もっとね、スリマーにならなきゃ、スリマーに。パー、忘记日は很紧张。忘记日は很紧张？我是 BTR だね。在宅勤務だから何かあったら、大家で呼んでね。多分そんな感じの台湾語だった気がする。そんな感じがするね。明日は書いてるね、ちゃんとメモってるね。明日のライブ配信は、あ、明天的直播是伯木有纪前辈、柏木由紀さんと西川凛前辈、西川凛さんと曹丽友一前辈、小栗由依さんと甘田奈奈前辈、岡田奈美さん。ライブ配信かな。お、イズリナさんと一緒か。イズリナさん？なんでイズリナさん？明日何時？え、何時だっけ？6時半。え、多分ね、台湾時間の6時半だから。え、6時半かな。え、6時半？7時半かな、日本の。かな。かな。イズリナさん CGM じゃなかったっけ？新在、ハラ新在。で、BCR に新井菜々美さん、加藤レナさん、カトレナさんだ。これ漢字で読んだら分からなくなった。カラタとカトレナさん、佐々木ゆかりさん、山田京香さん、横山由依さんが出るのね。日本時間7点半。おー、没有记错。厉害。台湾時間6点半。日本時間7点半。对吧？没记错耶、很厉害。然后还有 BNK48。タイのね、バンコクのね。ジェーンさん、ジェニスさん、モバイルさん、ショミュージックさんとヌイさんかな。課長二号、ハロー、リンロン、还有 SGO48、ケイシーさん、リンマイさん、アンサンさん、アンナさん、ヒカリさんが出るね。自分の中ではマイちゃんが一番有名人だ。そう、羽の世界は私しかいないのか。
ニコマ、ニコ生ライブ、ニコ生、言えない。ニコ生ライブね、ニコ生ライブ。影片很长吗？影片很长吗？什么影片很长吗？云冷 ，Hello 第一道哥。あのね、STO48 のリバーのあのミュージックビデオ見たんだけど、すごいね。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこよかった。ベトナムかっこいいね、髪の毛とか。大古福田さん、ハロー。我昨天，我昨天前几天看了那个 STO48 的那个 River 的 MV， 好看呢，超帅的。那他们的头发造型啊，那些都很帅，很好看。哒哒哒哒哒哒哒。嗨，春天，不是 STO，SGO。SGO48 那个越南的。明日炊飯器忘れないようにしないと。そうだよ、絶対忘れないでね。ちゃんとコメントしてね。ちゃんとコメントで。あ、まゆちゃん、まゆちゃん、台湾で頑張ってる。日本語頑張って勉強してる。まゆちゃんだって言ってね。ちゃんと言ってね。いいコメントしてね。いいコメントですね。ムチムチだけど今ダイエット頑張ってるらしいって言ってね。サイゴンか、そうそうサイゴン。え、なんかホーチミン、ホーチミン、ホーチミン、サイゴン、ホーチミン、ホーチミン。谢谢劝田吗的玫瑰。緊張するの。藤井ムチムチメイちゃんなんかさ、それ言ったらなんかベトナム人にいそう。藤井ムチムチメイちゃん藤井ムチムチメイちゃんでいい、応援して、全然いいよでも一文字付け足して、あのいい子だからよく勘違いされるから、あのなんか性格きついんかなみたいな勘違いされる。いい子だよって言って。オンラインミーティング是和上台报告差不多的东西吗？嗯，青啊，青田哦，我也是劝人家的劝，我以为是劝人家。添麻烦哦，对对对，添麻烦。晴天哦，晴天哦，晴天。どんだけいい子のイメージを押し付けたいのさ。これを機に、これを機にだよ。これを機にね、やっぱりね、チャンスというのは無駄にしてはいけませんからね。だからこれを機に。いい子というイメージを押し付けていきたいと思います。サメイちゃんハローマヨ。えい、晴天、对不起晴天、谢谢你的礼物。縦長の画面で見るようにするね。ん、縦長の画面で見るようにするね。ワイド画面非推奨。ハローサメイちゃん、ハローチェチェ。我要吃爆。うん、我刚刚说什么。嗯，忘了。不客气，晴天，晴天，谢谢晴天。对不起，我的中文还不够好。啊，我知道了，通勤的通勤，通勤的勤，然后填文章的填，填名字的填，对吧？哎，不是，哎，什么？不是天啊，那是天名字，那是天，是那个，我知道，我知道，我知道，天赋，天赋嘛，客气。Hello， 维尼熊。嗯，啊对对，天价的天，对对对，没关系，通勤是对的。天饭哦，对对对对对，天饭的饭，天饭的饭不是天饭的天。这首歌好怀念。罗宾逊，正解。エモい曲ね、めっちゃエモいね。
何飲んでるの？紅茶ラテだよ。今日も今日で紅茶ラテ。今日あ間違えた。今日も今日で紅茶ラテ。瞬看了一下麻友的牙齿越来越好。哎，对，你有发现？我给你看，我给你看那个我的牙套。哎，我的牙套我放在哪里？哦，那边。哦，懒得去拿，对不起。反正呢，就是我拿了最后五副，所以在两个月半，差不多三个月内就完整了，超开心的。你有看过我以前的牙齿多不整齐吗？哦，平衡开完了哦。Hello， 大家好。Hello， 大家。谁开完直播啦？被发现了，我当然会发现。两个月半，忘记了。反正在三个月，我的牙齿会变超整齐，已经很漂亮了。插这一颗，然后我的下排太平了，所以我就跟医生说，我想要再圆一点，所以下排会再圆一点，然后这一颗会再出来一点。之前很想去日本，有去看你的旧照，有看过。对，真的牙齿真的很重要哎，牙齿整齐了就整个不一样，而且脸就是脸的形状吗？也不一样。麻油新抖音超美，谢谢亚素。Hello， 范立哲，亚素谢谢你每次都帮我们宣传贴文 IG。妈哟太精明，谢谢志宏。大家好，肉客。再聊牙齿的话题，对，我从我讲矫正牙齿的话，你们还记得我第一次拍广告的时候吗？一年前还是两年前忘了，一年半前还是两年前忘了，反正就是那时候我还有一个广告，就是还有一个广告，饮料的广告，然后那个导演说我就是可能会上，然后很开心，然后后来没有上，我后来没有被选上，然后我问了姐姐为什么没有上，是我哪里错了，还是还有其他的演员要上？他就说我的牙齿太不整齐了，然后那边的出钱的人觉得我的牙齿太不整齐，没办法才用我，然后就觉得很难过。为什么？为了就是因为牙齿不能上广告，当然了，就是广告就是还画面很重要嘛。然后那时候很重要，就是很难过。我跟妈妈说我想要矫正牙齿，然后就开始矫正牙齿。啊，矫正牙齿后呢，我真的很开心。就是我以前很不喜欢露牙齿小，因为牙齿太不整齐了。但是我现在，你看，讲话都不怕了。QQ 没有什么好难过的，当时很难过，因为我还没有开始矫正牙齿。但是现在还好，现在觉得当然啊，就是没有矫正牙齿真的差太多了。打雷，好，下班去复习。哈里桑，谢谢你的欧玛玛丽，两年了吧？吼，那么久吗？酷酷妈给你赞，谢谢你的看好你哦。流干狗，还有土豆。そっからね，过了几个月后，就是拍完广告，过了几个月就开始弄我的牙齿。我小时候就要想要弄。但是国中毕业的时候就想要弄，但是我去那个纽西兰啊，去美国啊，去台湾啊，然后就没有时间矫正牙齿，一路看妈的牙齿变整齐过来。对啊， Hello 田中， Hello 刘多拉曼， Hello 数学课本阿米，明天 TP 成员是，我看一下，
TP 的成员是平谁平和小弟 Mina 家里麻油还有呢这一集吗有点忘了有一点忘了阿尼数学课本晴天阿米但是我找这种鸭之后呢就开始第一次见面的人我一定強くをすると は限らないけどねまあ明日お楽しみにしててかわいいなんだっけなんて言うとしたっけお知道矫正牙齿后啊，就是有一个改变，是脸也变小了吗？应该把智齿的关系吗？我把一颗而已，所以应该没差吧？应该是我变瘦吧？Hello， 敏晶，我刚刚说的是什么？啊，对对，就是第一次见到一个人，陌生人，初次见面的时候，我一定会看他的牙齿。牙齿真的超重要的，你矫正了？我矫正超久的耶，矫正蛮久的。我是透明牙套，所以可能没有人发现。而且我就是直播的时候都没有戴，因为就是戴了就会有点大舌头。勇哥 ，Hello， 人言勇哥，还好现在都戴口罩了。可是我跟麻友初次见面是戴口罩。金华 ，Hello， 南野。不给看，幸好我现在可以戴口罩。你们都没有矫正过牙齿吗？要戴到什么时候啊？差不多在三个月就结束。我是擦上面这一颗，这一颗，然后我要再。把它再往前一点，然后下面是再远一点这样。高一的时候开始也过三年了，这么久吗？哪有进化？对，还记得大舌头时候常常说错。对，下次在口罩上面画牙齿好，哎，不错啊，没矫正过，矫正牙齿很痛。我第一次跟你见面的时候也是戴口罩，哎，对吼。ハラルフ、シェシェになるよ。髪の毛が好き。リサさんとウリさんの再会。なるほど。髪の毛すごいよ。マヨ用隐視眉。对对对，隐視眉。现在还蛮多成员都有戴啊，平衡啊，杰星啊，还有紫萱。好谁？安安都有戴吧？上线立足，不用矫正，矫正感觉很痛啊、哦！好好、哦、好好、哦，那比和安安一样，对啊，有蛀牙才会去看牙医。国小的时候吗？国小的时候，我觉得还是刚戴没多久，我知道啊，因为他之前练习的时候拔智齿，然后就是很痛的感觉。连智齿都还没长，真的、哦？你知道智齿的日文是什么吗？日文的智齿是親知らず，親知らず的意思就是父母不知道的意思，父母不知道的时候会长出来的牙齿，所以智齿的名字就这样。私立教室，そう、あのね、さっき話したのは2年前ぐらい、そんなに経ってないか分からんけど、2年前ぐらいにセブンイレブンの広告に出させてもらってね。でその前にも一個飲み物系の CM に受かるかもって言われてたんよ言われててオーディション行って受かるかもって言われたんやけど結局受かってなくてなんでですかって確認したら歯並びが悪いからって言われたのねですごく悲しくて歯並び悪いだけどやっぱ CM って出れないんだなって思ってまあそりゃそうなんだけど歯並び悪い人が CM に出てる CM とか見たことないからさでそれでなんかそれで、まあ、お母さんが気遣ってくれて
じゃあ私立矯正始めたらって言って、で私立矯正始めてもう何年だろう、1年ちょっと、1年半とか1年半とかでもうだいぶ綺麗になって、すごくね、ね、嬉しいの、もう笑うのが怖くなった。还有一颗智齿没拔。哦，真的，赶快拔。不用矫正，智齿也拔了，很棒啊！我要是的子，对对对，我要是的子。第一次听说智齿的日文 ，so， 哎那，歯って大事だね。だからね、あとね、三ヶ月以内ぐらいにね、全部終わるんだけど、下の歯はもうほぼほぼ終わってるんよ。下の歯はあとちょっとなんかまっすぐすぎるから、あのもうちょっとだけこう。カーブのある歯にしたくて、で上の歯はここの歯だけ、あの刃が昔あって、刃はもうちょっと前に出てきてくれたらそれで終わり。没事，为什么拔智齿就把脸变小啊？那时候矫正快痛死，那个月瘦了34公斤，也太多了吧？長男も去年終わった。やっぱ歯は大事だね、本当に。で歯科矯正を始めてから、初めましての人の歯をすっごく見ちゃう。歯綺麗だなーとかめっちゃ見ちゃう。別に歯が汚いから、歯並びが悪いからってどうも思わないけど、あのそう、歯が綺麗とやっぱり全然印象が違うなと思った。我的牙医师说跟我说要拔智齿就拔上下一对，还可以只拔一颗哦。对啊，我是只拔一颗哎，我是这边的，这边上面一颗哎，下面还是下面，有点忘了。对，一颗。因为拔完智齿那段时间吃东西很不方便，但是还是会吃啊。拔了要两周才能进美食，真的吗？我当天就可以吃了嘞。为什么？ここで告白すると、僕は歯列矯正フェチだと思う。あ、そうなの？でもね、昔ね、歯並び悪かった時にね、言われたことがあるの。その歯並びめっちゃ好きって言われたことがあって、めっちゃ気にしてる歯並びやったのに、そのことを好きって言われて、歯並びが悪い、歯並び悪いフェチみたいな、知ってる？それはハルさんは、あの歯並びが綺麗なフェチなのか、歯並び悪い系のフェチなのか、どっち？因为这次会痛了。智齿，可能是我帮我拔的那个智齿，帮我拔的智齿的医生，应该比较厉害吧。拔完智齿当天去吃热炒，好孩子不要学。歯列矯正してる人に好かれるの？してる人に好かれるの？謎いんだが、あの線が、あの鉄が入ってる人ってこと？それで惹かれるの？私は透明なやつだから。惹かれないか。じゃあ、看来麻友对美食在拔完智齿的痛子上一定的得到智齿长歪才有需要拔吧。叔叔，哎，我跟你们说，魏叔叔 ，Hello， 我跟你们说，我以前牙齿很不整齐的时候啊，我被一个人说我超喜欢你的牙齿。非常不整齐，我以前是不整齐到真的很难看的那一种程度。然后有一个人跟我说，我超喜欢你的牙齿。有人是这样的，怎么讲？有这种喜好吗？喜好吗？就是喜欢看很不整齐的牙齿的女生这样子，有吗？我是不太能了解啦。我是智齿长歪了，你是智齿长歪了，你赶快去拔。两周内不要用那边咬东西，单单去吃大餐。对，綺麗になるように努力してるんだなって聞かれ、あ、そういうこと？あ、じゃあもうめっちゃ努力してるよ。もうめっちゃ努力してる。早く引かれてください。智齿好痛，不能吃美食更痛。对，不能吃美食更痛。有照片吗？很多啊。我以前的 IG 应该以前的照片，牙齿真的非常不整齐。嗯，でも今でも誰にも理解されたことない。あ、努力してるのが好きなのね。あ、私の腹筋見てくれたら、あの努力してる証があるよ。我朋友就是，女朋友就是，女朋友喜欢牙齿不整齐的女生，是吗？
就喜欢蛮有天然呆的部分。谁天然呆？我是脑袋长歪了，我这个我知道。自分の歯ができない。为什么？现在就去翻 IG 不用啊。我有时候也觉得蛮喜欢不整齐排列的牙齿啊。我得和他学习才行。谁？龙龙小猪耳朵龙龙。为什么很喜欢看不整齐的牙齿啊？我嘞，自分が嫌い。自己肯定低い系男子ね。自己肯定を上げれる。自己肯定低い、なんて、自己肯定低い系男子？私、自己肯定を上げれる系女子になりたい。自己肯定を上げれ、上げれる系女子になりたい。不过觉得应该是廉政。哦哦，我就知道。因为是你是喜欢林姐的。我刚刚说杰心有戴牙套，他就回我。哦，真的、哦？为什么？我觉得杰心矫正牙齿或会更就是更怎么讲，就是更尖尖的脸，懂我意思吗？那个粉丝真的很有爱，真的、哦。Nico， 谢谢你的四叶草。不管怎么样的麻油我都爱，谢谢。腹筋楽しみ。あ、やっぱり自分大好きなんだと。あ、じゃあもっと大好きにさせてあげるね。脸型会更好看吧？啊，对对对对，谢谢你帮我讲话。我朋友他喜欢牙齿不整齐哦，真的哦。真的、哦、我是没办法明白，因为我以前是牙齿不整齐，然后非常非常讨厌自己的牙齿，所以我没办法明白。タピ、タピいいですか、これでいいですか。タピは何フチ、ちなみに何フチ。每个人喜欢的点不一样。我的能力非常棒，说不定我也可能喜欢麻的脸啊。什么说不定啊？人各有喜好。麻衣ちゃん何フチ？あのさ、これ言っていいんかな？ミレイがさ、昔言ってきた言葉、すごく驚いた言葉があって、あのね、あのここにあのなんだっけ、刃があったよ。でさ、こうやって口閉じた時に、ここの歯だけがね、チュンって出てくるんよ。わかる？今はないけど、こう閉じた時に、なんだよ、こんな感じで、ここの歯だけが出てくるのね、閉じれないんよ。で、ミレイが、あの、刃がある子が、この唇を閉じた時に、ここだけ出るのが好きって言ってきたのが、すごいなんか衝撃的で、なんか、え？みたいな。え、すごい、なんか、すごいなんか、マニアックなところまで見てるんだなと思って、ちょっとね、怖かったのっていう思いで基本何でも好きだからな。そういうことか、何でも好きだったの。ガバー也有人喜欢胖胖的麻油啊。啊，如果没有喜欢胖胖的麻油，这边的人都不在了。我一直都很胖。如果因为牙齿不整齐录取饮料广告，会不会开始喜欢乱乱牙齿呢？不会。最近好像太夸奖麻油了。可以啊，继续啊。可以继续啊。歯で言えば、刃、あ、刃なくなっちゃったわ。残念。つけようかな。つけれるやつあるよね。我以前美，就是听到美玲的一句就很吓到。就是喋りすぎて歯が乾いて口がついた。あ、そうそうそう、めっちゃあったからね、それ。え、我刚刚说什么？美玲以前我牙齿很不整齐的时候。你知道这里有那个虎牙吗？虎牙，然后就是闭起来的时候，嘴唇闭起来的时候呢，那虎牙没办法收进去，然后这样，这里还是会看到我的虎牙。然后美玲跟我那时候跟我说一句，她就说很喜欢牙齿不整齐的人，这样闭那个
嘴唇闭起来的时候会看到那个虎牙，一点点虎牙，他很喜欢看这样的画面，你知道，你懂我意思吗？然后就觉得很惊讶，因为他看哪里，就是那个很细节，然后他看的，就是看的很仔细，我就有点害怕。ちょっと待ってね。今日今抜いちゃったけど、あ、八重歯フェチはやっぱ多いよね。マシュー小姐、天生丽质。マシュー小姐很天生丽质。マヨ瘦的好看。マヨ不瘦，真的不瘦。就算夸奖マヨ，我还是必须滚，所以不夸奖了。你夸奖一下啊，你还没看过那个结果，然后你这样子不夸奖我一下吗？マヨ身材这么好，哪里胖？真的很胖，麦油跟胖是反义词，没有很胖，这样很可爱，胖胖的可爱。ひなたんとやばと私は引退しました。やばい。像吸血鬼。ひなたのやば、虎牙，小虎牙长长，虎牙超可爱。麦油下午好，好吧，那我去装一下虎牙好了，我去装一下假的。可是我比较想要叫麻油叫我滚，你说你先夸奖看看，你先夸奖看看麻油怎么样，好不好？美玲非常懂我们这些神师的想，真假的？你们有点变态，你知道美玲多变态吗？她很变态，然后你们懂她的心情，代表呢？等于什么？美玲变态，美玲等于你们的想法，所以。你们变态，去买吸血鬼的牙套，哎，好像不错哎。小弟那牙怎么塞的？我塞的。麻油牙齿变很漂亮，对啊。不行，你夸奖我的牙齿不行。这样麻油可以吸我血，夸奖。不行，除了牙齿，我们都是什么什么啦？对啊，你们都是。麻油请吸我，不要，不要，你去问美玲好吗？他会咬住。我一个朋友也是被他咬，然后真的破洞了，超好笑的。我介绍就是我的朋友，就是那时候刚好美玲也在，然后一起聊天，然后那个朋友也是被美玲咬了。心身または健康変態と書いて心身または健康と読む。それはやばい。マヨ心身为什么这样的结论 ？B 等于 B 什么？我看不懂什么？不过自己觉得麻的魅力点应该是笑容。谢喽，美玲。聊到破洞，真的。然后我好像隔了一两个礼拜吧，再见到我朋友，然后看到他的手臂还有洞，啊，めっちゃ面白い。ミレイも自称変態だが、そうだよ。あのね、この前ね、この前結構前だけど、友達とね遊んでる時にミレイちゃんも来てさ、でさ、その友達とみんな仲良くなって、なんかミレイがそのこの腕噛んだんよ。で私は1ヶ月あじゃあ1週間2週間後ぐらいにその友達にまた会ったんやけど、その友達に会った時その子の腕まだ穴開いてたんよ。もう見れよやべえよ。本当にすごい。シャアーマンシシェリーだな。みーちゃんかわいいよ。毎日 LINE してるのかわいい。次ポッコフナコッコ、それはやばい。あ、思い出した。ねえ、ちょっと聞いて。思い出した。ちょっと聞いて。ちょっと音量少なくしよう。あのね、我现在开始讲一个秘密，然后你们不能告诉美玲好吗？あのね、今から秘密を教えるから、ミレイに言っちゃダメだよ。あのね、ミレイの誕生日さ、6月28日でしょ。誕生日プレゼントをね。考えてるんです。でもね今ね外に出れないからちょっとね早く考えないと時間がなくなっちゃうんです。だからね考えてるのね、カバンをプレゼントしたいんよ。カバンね、
カバンをプレゼントしたくて、みんなにね、ミレイに聞いてほしいの、黒色のカバンありますかって今ね、黒色のカバンあるかどうか聞いてほしいのお願い。あのこういう形のさ、こういう形のさ、こういうなんかフォーチュンクッキーみたいな形のさ、黒色のカバン持ってるかどうか聞いてほしい。インスタグラムとかさ全部見たんやけどさ、一個だけなんか黒っぽいなんかカバン下げてるやつがあったけど、カバンまで映ってなくて、でなんかミレ、前になんか黒色のカバンが欲しいって言ってたのね。だからそれを買ってあげたいんやけど、で、あのどんなのが欲しいかわからん。え、我再讲一次，我想要送一个包包给美丽。你们真的不能讲哦，因为现在我现在没办法，就是出去外面买东西嘛，所以我必须要先决定好，然后可以去外面了，我就马上去买。然后我需要你们帮我问美玲，她有没有黑色的包包？就是这种，就是怎么说？我看一下，因为她，我上次我跟她去逛街的时候，呢，她有跟我说，她想要有那种，就是。这种形状的包包，这种形状的包包，黑色的，然后我想送他，但我不知道他有没有买，所以不然就是你们帮我问说，胖子的那娃，帮我问说，哎，你最近有没有买新的包包啊之类的，就是你最近有没有买新的衣服啊、包包啊什么的，你们可以帮我问一下吗？因为我问他一定会被他猜到。不是腰包，不是腰包，这种形状的那种普通的包包。结果美玲其实也在直播里，这不可能，这个不可能。可以大阪的风格豹纹包包，不行，我要送他想要的。然后我有看过他所有的就是 IG 的照片，然后我本来是想要送他红色的包包，然后他好像有红色的包包，所以我就不想要送。直接这样问会不会太明显？所以你们可以就是换个方式啊，比如说，哎，你们你最近有没有在买东西啊？你们你是不是收到了什么礼物啊什么的？或是你那个生日礼物想要收到什么、啊，或是什么？你最近有没有买新的包包啊之类的？可以吗？我只会自己保密，还会让美玲跟着保密，为什么？有千多人问我有没有黑色的包包，这话题切入主题。好，我叫美玲，不要说喂。大家去问太可以了吧？你们不能就是哦，不能一直问哦，就是要很小心的问，然后就跟我说好吗？怎么可能会看我的直播？所以真的不行，不行说，不行说，真的不行说。え、あとさっき言ってたのはミレちゃんに、あのね、最近なんかあの欲しいものとかあるとか、なんか最近カバン買ったとかさ、なんかあこの前さカバン欲しいって言ってなかった、言ってないか、みんなには言ってないか、カバンなんかカバンどういうカバンが好きなのみたいな感じでちょっと聞いてほしいな。あのね、前聞こうと思ってさ、あのさ、最近どこどこセール始まったんだってって、そういうなんか感じで聞こうかなと思ったんやけど、これで聞いたらバレるなと思って。这次也要放在没有，每十分钟就有人问没有黑色的包包。哦，真的超想啊，不然给他就是照他把所有的包包拿出来给你们看，然后你们截图给我看。这个是不是很好？それかさ、ミレにさ、ちょっと全部カバン持ってきてみんなに見せてって、それ全部さスクリーンショットして送って、あ、それはやばいか、バレないように。それは無駄な本だ、拜托。我真的不知道，我原本是想要送他一个戒指，但就是另外送个东西吧。反正他，哎，他今天是毕业典礼。あとね、卒業、あの、ミレイの誕生日プラス高校卒業おめでとう記念にしたいから。迷ってるなぁ、マジで。迷う。
想送女生包朋友包包，美玲可以给我意见吗？这样问比较好。哇，你们真会！インスタでファッションショーやろう的な感じで誘ってみれば。いや、絶対やらない。多分カバンは持たない。服は変えてもカバンは持ってない気がするな。今天毕业典礼的。ネズミ出たカバン、それ知ってるもんだってそれ。だってショーバオだもん。学校のカバンだもんそれ。ねえ、どうしようマジで。どうやって聞いたらいいかな。每年今年能毕业啊，不礼貌。Hi Rex， 叫诗雅再办一次包包的。没有，我想要知道他有哪一些包包，不是包包里面有什么。鸭皮，他的鸭皮。我怕美玲直接回我，你没有女生包包小子。その過程でどんなアイテムを持ってるかの情報を聞き出す。あ、クラルのカバン持ってる？クラルのカバン倒したらかわいそうみたいな感じ？あーもうわかんないマジで、どうしよう。めっちゃね、いろいろ考えてるの。ライブ配信は私ん家でやろうかな、でもな、猫がいるしなとか思って。でもミレちゃん家でやるとさ、いろいろ準備するのが大変だから、ミレちゃん家でやるとおばあちゃんに先に頼まないといけないことになるやん。はあ、やっぱり家に呼ぼうかな、迷ってるの。我在想我猜20七号还是二十八号还是二十九号还是三十号，我也不知道。反正我一定会开直跟他一起开直播。然后我在想，是我要去美玲家吗？但是如果我要去美玲家的话，我可能要跟他的奶奶联络好。然后看一下，我刚刚说到来，刚刚说什么？对，我要跟那个奶奶。讨论好吗？可是我邀请他来我家的话，他又怕猫咪。万一这样问美玲，反而你女朋友的个性或喜好怎么办？回的回麻友的，没有回美玲的，美玲的特色。跟美玲说麻友想跟你比包包的数量，笑死。那可能我的比较多，我爸讲你聞けばいいやん。啊。あ、そっか。でもおばあちゃんの連絡先知らんよね。だからさ、ミネにさ、おばあちゃんの連絡先教えてっていうの。でもミネのお父さんの連絡先なら知ってるわ。メイちゃんがこれあげたい、身につけるって身につけてほしいと思うものが一番良いと思うが、いやでもあったら嫌やん。つけてほしいと思うけど、なんかもし似てるのがあったらさ、やっぱ似てるのもらってもさ、あんまり嬉しくないよ。視線穿通好。美玲怕猫咪哦，对，美玲来这里，麻薯去美玲家，美玲来你家，麻薯去美玲家，それですごい。美玲不是讨厌老鼠，也怕猫咪哦。对，他是比较怕那种，就是狗狗也怕吧。Hello，Hello。めっちゃ迷ってる、本当にどうしようかな。今回どんな感じでやったらいいと思う？だってさ、高校も卒業したし。本当は卒業式行くって言ってたんよ。我已经有跟他约好，我要去他的毕业典礼。然后我本来是想要送很大的花束给他，但我今天是直播毕业典礼吧，可惜了。所以我就是他的生日呢，是想要送他毕业典礼，包含啊不是生日礼物，包含毕业礼物这样，我原本是想要去他的毕业典礼呢。那美玲什么小动物都会怕吗？小动物好像还好，就是小猫咪啊、小狗狗好像还好。他不喜欢很大的。プレゼントって迷うね。考えてる時楽しいけど、いやもうめっちゃ迷う。これね。ちなみに三ヶ月ぐらい迷ってるよ。三ヶ月ぐらい迷ってる。先去上课了，拜拜。麻友爱您。改线上毕业典礼。对啊，本当ね。今日ミレちゃん今日が卒業式なのよ。高校の。で。行く約束してた。高校の卒業式に行ってお花渡そうと思ってたんだけど、行けなくなっちゃった。悲しいよ。ミレちゃん変態だし、 TTP として許される一番布の少ない服だと。あのね、布の少ない服、めっちゃピチピチの服はさ、去年あげたから服はやめようと思って。しかも布の少ない服はミレ多分いっぱいの持ってるよ。ミレいっぱい持ってるからいらないと思う。もはや布プレゼントしようかな。これで服着てください。布のプレゼントどうですか？そうか。迷うなマジで。3ヶ月ぐらい迷ってるよ。
どうしよう。でね、本当はね、卒業記念に、なんかそのなんか印刷できるやつあるよ。印刷できる枕とか、印刷できるなんかなんだっけ、あのカバンとか、カバンっていうかトートバッグみたいな、そういうのあげようかなと思ったんだけど、何を印刷すればいいか全く分からずだから、うん、やめようと思う。布のプレゼント斬新これで服作ってください。我原本是想要送他，就是因为我没办法去参加他的毕业典礼，所以我想要送他那种，就是可以印我的字啊，或者是我们的照片啊，或是他的照片啊什么的东西的，印在什么被套啊，或是什么包包啊，或是什么枕头啊那些礼物，但我不知道要印什么，在想，还在想。哈喽土豆，活在当下。所以土豆，欸，说好的夸奖我嘞，好难哦。然后过了一个月，还有雨晴跟肉肉的生日，哦，我头好痛哦，我真的头好痛，一直都在想送人家的礼物，而且我不是有跟你们买盒子，谢谢你滚。没有呢，啊，给克斯，谢谢你的文语，花海文语，你怎么又对了？嗯呢，还有一个朋，那个不是有说过大学有一个啊，不是一个，就是有好朋友们吗？姐妹们吗？然后很想要送他感谢礼，所以想要送他们，也不知道要送他们什么东西，你知道吗？烦恼，这六七月真的是送人家的礼物。然后还不知道要送什么，毕业礼物是什么啊？平常会送什么？送什么？あのね、大学でお世話になってるお友達たちにも、なんかちょっとしたまあそのね高価なものはあげれないけど、ちょっとしたさなんかそういうなんかプレゼントみたいなの送りたくて、それも考えてるんだけど、6月末までに。わかんない来月は友人とにあのローローの誕生日もあるし、あーもうやだよ、ずっと頭が痛いよくんくん、トド開心吗？開心吗？美玲接下来应该要上大学吗？不上，他不上大学。コンパクトミラーとか、あ、え、かかれて落としていいんだっけ？鏡っていいんだっけ？ハンカチダメなんだよね。ハンカチと靴はダメなんだよね。傘もダメなんだよね。鏡はいいのか。コンパクトミラーいいかもね。いいかもね。コンタクトミラー。プレゼントもらえると思わせといて、お手紙だけとか。え、それね。それはね、あのね、28日かな。そのライブ配信、お誕生日ライブ配信を絶対にするから。その時にはやっぱりいっぱいね、いろいろ仕掛けをね、作っておきたいんですよ。あのプレゼント渡すと思って、私の私物を渡すとかそういうのめっちゃ考えてて、あのなんかとりあえずカバン買おうと思ってるから、そのカバンの中身を入れ替えて私のカバン入れてはいこれどうぞみたいなとかにしようかな。真的要哭了，不然就要体会失业的感觉了。好吧，台湾の文化は分からん。確か傘と靴とハンカチはあげたらダメなんだ。看你哟 ，Hello， 水西，君は。まゆちゃんの直筆サイン入りね。メルカリで商品出品されるの待ってる。やばい。なった。本来这个礼拜要考什么？那是什么考试吗？静阿爸，谢谢你的看好你哦，谢谢你们。哒哒哒哒哒哒哒，今春が来て君は。去年より。那是什么证照？我不会念，那是什么？泰
ガースのメガホンとか実家から送ってもらっていや実家にもないわ逆にないわ。汽車的什么什么鉴定啊？你说考汽车是吗？驾照吗？准备面包师？嗯，那是什么？本来这礼拜没有要考马友鉴定的，称不上。M 是阿饼，那是什么？饼级是什么？我不会念夹夹饼是吗 ？Ignore, hello, ignore。欧洲男孩，仕事の帰りに甲子園球場揺れるけど。ミレは何が欲しいかな。でもなとりあえずねアクセサリーを。あファンの方のためにミレンちゃんの思考を考えると多分アクセサリーとか服とかパジャマとかなんだろうなまあゲームとかそういうのが好きなんだね。这是专业的一个证照。原来啊我知道是一个甲组乙组我知道是那个 rank 我知道。之前台湾也出过街头艺人要表演要去考试哦原来他的马铃薯沙发马铃薯还有巧克力咯 Steven Hello 啊头发变太长了你看我要去剪头发，头发又太多。马友早安 ，Hello 马铃薯早安。啊，蓬蓬。嗯，想要修头发，要剪短吗？我没有要剪短，只是要修一下下。差不多五公分吧。めいちゃんは今欲しいものある？ハリュさんが欲しい。汽車免許没有通过，我们还不能毕业哦。哦，是这样子哦。目前剪看看，现在吗？现在剪看看吗？やだ。昔の写真見たらさ、ショートカットだって。なんかやっぱりロングの方が好きだわ私は。自分のね。自分がね、自分のね。要到六月底才能剪头发了，嗯，等稳定之后，对啊。现在也不太敢出去外面，因为高职就是要学技术，嗯，原来。高三可能会考乙组，哦，真的哦，啊，乙级。ハリさんが欲しいって言われたのハリさんにめっちゃ無理されてる無視されてる还好我之前五月母亲节就剪头发了好像我还蛮久的耶可愛い好好哦都要ハリュー也要你呀タピ www.tapi.com 自己剪没烦恼自己剪我有点太可怕了二の腕がプニプニだよ最近パチパチ運動頑張ってるこうやって1はい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 ってやって家であのプリズンブレイクをみんながはい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 お昼から台湾行こう結構ね嫌なクライアントになってしまいましたね私がゲニちゃん我当初考了两个丙级一个一级的好充实的三年原来 Hello 明晶好好哦也要立鼓蛮有吃的吗好饿哦分给你吃什么都给你吃生肉你要吗生肉捡起来吃一只好吗给你分一分哎、欸，我真的雨晴的那个脸颊爱心，我觉得会耶，我觉得我会。
面包男。安棒嘛。リアルお餅。いや、マジでリアルお餅すぎてやばい。ちょっと2秒でマジでやばい。だから最近パチパチ運動で。すごく頑張ってるけど。無理なんですね。え？你说不要。麻薯口味的你不要。焼きマヨ来一份。挑麻油，麻油的脸颊肉应该可以捏。对啊，我觉得可以啊。其实也有点难，麻薯的应该可以。我的手臂一定可以，但我不想，太丢脸了。这个是瘦手臂的动作，然后就边看那个越狱风云，然后就这样。这我不知道有没有效果，都是把玩支持的做，可能吧。Coco 妈给你赞，原来还是不太懂脸颊爱心怎么比，我也不知道，我其实也不知道，捏不到麻油的手手，小手拉大手，小手拉大手。髪型黒くなる？黒く見える？本当？ちょっと変えてみます。色を変えてみます。これが白色？でどの色がいい？ね聞いて。この色がいい？この色？この色はダメでしょ。これ？これ？どれ？これ？でもうちょっと暗くすることもできます。暗いです。明るいです。どれ？これ？我手会太黄了。我手会再去给麻油捏我的手好了，这样比较好，这样比较好，这样刚刚好。正骨只有三个颜色，不要黄的都好。好，我以前是用这个小小的，我拿去哪？反正就是以前是这样。こんなちっちゃいライトを使ってたんだけど、こんなでっかいライト使ってるよ今。蓝色系比较清晰。麻友握手会时候可以跟我说一句苦吗？好啊，好笑，好，我给你答应好了，答应好，又奇怪，现在超凉对吧？吓死我！想说我手机画质怎么突然那么滑？对不起，吓到你了。Happy，Hello 轩。雨だね。捏到最后一张的脸。怎么握到最后一张的时候，麻友就刚进收滚，可是我也不知道大家有几张。那你要跟我讲，你要跟我讲说，今天的最后一张，然后就会说好滚。我除了滚以外的词都不会说，我只会说滚。这样可以吗？哈里看到人哥，还有赵轩，明年。我要通测了，可能不太能去太多 AKB 的活动，我要和你起脚，没关系啊，你先加油，等你考完试加油。土豆表示这边也在下雨，真的假的？でもね、台湾が雨降ってほしかったから、水不足だからね、雨降ってくれて嬉しいよ。まあ結局外にも出ないし、何の影響もないんですよ。でもね、ワイソンフェイ、あのなんだっけ、テイクアウトじゃなくて、呼ぶやつなんだっけ、あれ、外から呼んで来てくださいっていうやつなんだっけ、あれ。テイクアウト的なやつの送料がめっちゃ高くなってるの今。送料高すぎて頼みたくなくなってきた。画面サイプしてしまっていつも迷子になってしまうんだ。そんな迷子になっちゃう針を閉じ込めてあげるよ。出前、あ、そう、出前是呀，反正也不用出门。对，我这边怎么没有下雨？我都自主放假了。へ、変動するんだ。そう、あのね、
あの配達屋さん、配達屋さんが足りてないらしくて、人手不足らしくて、だからね配達料金めっちゃ高い。今までだったらね25元ぐらいだって100円ぐらいだったのにさ、今だったら68元ぐらいになって、68元っていくら 60×4 の値段ぐらい。下雨才好啊，算了，还是别用别人的梗。都 M 蛋也怕认真的，我怕我认真的滚。到时候再说，到时候再说，我会好好跟你说的。台北刚刚海啸暴雨，真假的？台风吗？すごいな。めっちゃね、でもね、辛苦だよね。みんな大変だよね。だってさ、こんなに雨の日にさ、絶対さ、バイクなんかさ、乗りたくないじゃん。でもちゃんとみんなバイクでね、乗ってね、届けてくれるんだよ。行ってくれたら届けますのに、飛行機乗ってきて。私じゃあ牛タン食べたい。牛タン食べたい。牛タンステーキが食べたい。牛タンステーキとカントリーマームと、あとは、お母さんの作った肉じゃがを持ってきてください。あ、そう。前は没收到。え、没有。好像没有吧。应该收暴雨通知。有些海地方还停电，超可怜。真假的？下雨很好，可是不要停电，真的，拜托。现在闷闷的，就是没开冷气，有点。仙台名物か。牛タン食べたい。牛タン食べたい。でもさ、誰がそんなこと考えたんだろうね。人のじゃないけど、ベロを食べるなんて怖っ。だってさ、ベロとか絶対痛いよね。こうやっただけで痛いもん、普通に。マヨイエスビエルンユンパンキュキュトイキュキュ。大阪から仙台に行ってエキスポでカントリーマーム買ってくる。ありがとう。エキスポでさ、カントリーマーム工場行ったことあるよ、一回だけね。我也没收到，妈有同款边缘人，谁害的？谁害我变成边缘人的？昔は食べるのに必死だったんだよ、多分。食べるのに必死だったからベロも食べたの。能认识妈有很不错，妈有真的蛮有趣。你怎么了？你怎么了？亲，阿爸，你怎么了？我也很开心能认识你，边缘人加一。哎，静，要看那个哦，记得《越狱风云》一起追起来，大家一起追起来。可恶，我也想跟麻友一起边缘，你不是边缘吗？你不是边缘人哦，带我走吧。不是只有舌头才会痛啊，可是舌头真的很痛哎，不要。没什么，我今天有跟阿姐说哦。我真的真的有说，我啊好像是昨天晚上吧，我昨天晚上密阿姐说，你知道那个《越狱风云》吗？因为那个《Bella Ciao Bella Ciao》也是阿姐推荐给我看的剧，所以我就推荐给她《越狱风云》，我就跟她说很棒很赞，还有第五还有五季，可以看到就是整整一个礼拜都有在看那个。怎么讲？反正就是很多集的意思。他就说他会考虑，所以呢，谁？静，你要先看，不然阿姐看的一定很快，比你快。所以你要先看。完结了吧？完结了吗？纸房子下一步要等九月了，我知道，我知道。别了敲，别了敲，别了敲敲敲。可恶，我也想跟麻友一起边缘。嗯 ，Expo City 的 Country Mom， 妹ちゃんの政治コ。そう、もうめっちゃね。もう Country Mom マジで大好きなんよ。なんか硬いクッキーはあんまり好きじゃなくて、このあのなんかふわっともちっとしてる感じがね、最高ですよね。越狱早就结束了，第五季，第五季就结束了。考虑，那他还没看剧吗？还没，所以你要赶快看。掌声鼓励，谢谢静的掌声鼓励，赶快去看，赶快去看，真的很好看，超级好看。他真的很聪明 ，Michael Scofield， 超聪明。妈妈酱，妈妈酱，你过来啦！来，哎呀，哎呀，
是妈妈ちゃん。超 Q 的。呵呵呵。好了好了好了，去。あ、ちょっとちょっとちょっと、あ、倒されるかと思う。気持ちよさそうに。めっちゃ毛がやべえ。毛、全部毛。マシュー小姐、Hello安、谢谢你的 love、我在家、Hello。可爱吧？我先不用看，没关系，好吧？超多吗？超多。你手是受伤了吗？你是这个吗？我是那个 Funk， 那个叫什么？放式吗？我最近有在做两分钟，然后它的后果是，我的手那个手镯都有点痛。不会热吗？不会。毛多太羡慕了。分けましょうか？すごく抜けてるから分けれるよ。でもよかった。没有啊，有瑜伽垫，但是我这两分钟好像太久，然后我体重又太重，撑不住，撑不住的手镯。哒哒哒哒。今日ね、ジョンカニが来てくれないよ。悲しいよ。って言ってて、ジョンカニに言ってて、みんちゃん悲しいよって言ってたよって言ってて、あくい、そう、我那我不就不能做了？可以呀、啊，朱世豪，好像在一分钟就要光了、欸，好快哦、喔，怎么那么快？我要开始，我又要开始追那个，哎、欸，いないの今日、いないよ。さっき来たけど、なんか今日は音ないらしい、無音らしい。噂をすれば来る人だから。ジョンカニ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 来てください来てください来てください。来ない来ない来ない。噂してます。まあよ、直播辛苦了。那我要去做家事了。忙しいらしい今日は。快乐的时光总是过得特别快。等等吃午餐也太晚了吧，两点半了呢，你赶快去吃。妈哟，真的拜拜，每次说要上班就突然没事，是吗？是这样吗？还是为了我排开那个工作？你要这样讲，我是每次说要去上班，但是其实舍不得去，所以我每次都排开。你这样讲才可以，就是继续玩那个渣男的路。我这边，我边开会边看麦，你怎么看的、啊？好厉害哦！边开会，那你会不会打错字啊？你会不会那个跟公司的人说“麻油拜拜”的？太想看麻油了，可爱，在家上班。明天加油，好，我没有要走那个路。哎，明天记得看我的直播，哦，不是我们的直播，看 AGFS 的直播。然后就是轮到我了，大家要帮我留很多很多言哦，留言留言留出来留出来，好吗？可是不能留我的坏话，你要说，虽然他看起来有点凶凶的，但是其实内心是温柔的，可爱的，好吗？说点好事好吗？在家上班还是很怕交代的事没做好，加油！免费的吗？免费的吧。的吧，我也有看过啊，上次的，所以应该是免费的吧。出来出来出来，就算麻油叫我来留言的，不行，压缩。
明日頑張ってね、頑張ります。虽然麻油说他很胖但跳舞很厉害，这样可不可以？虽然麻油胖胖的但是他内心还不错，这样。哎呦，好，那今天是这样，然后我要念咯。今天的第十名是呼呼猫，谢谢呼呼猫。今天的第九名是哈利桑，ありがとう哈利桑。今天的第八名是小五，谢谢小五。这的灯光是为了明天吗？不是，我本来就想要买了。我明天直播完，等下个礼拜再说，细节好吗？现在不能爆料。今天的第七名是网乐 ，Hello 网乐。今天的第六名是超哥，谢谢超哥。今天的第五名是 Macagun， 谢谢 Macagun。今天的第四名是 Cookie， 谢谢 Cookie。今天的第三名是 Liku， 谢谢 Liku。今天的第二名是阿水，谢谢阿水。今天的第一名是 Kix， 谢谢 Kix。哎，可乐老师来的太晚了。没有，ありがとう，阿里米达，没有讲，拜拜。可乐老师来的太晚了啦，还关了啦。等可乐老师跟我留言再说，再关。我在哪里留言？哦，他不跟我留言，我不能关了。再等个十五秒，哎，来了。呀，现在最近下午比较忙一些，好吧，反正我看到你的留言就开心了。今日もありがとう、楽しかった。え、ありがとう、ジョンカにいた、いた、いてくれたね、いてくれた。あ、谢谢ジョンカにの車車プイプイ車。では、今日はここまででございます。可乐老师，可乐老师被大家讨厌了。好，那我今天到这边，我们明天见。明天记得留言，记得准时看，记得留 Mile 的好的好听的留言。拜拜，谢谢大家，拜拜。